ういーす、こんにちは、たま先生やで。今日は、官能と能官って、名前がめっちゃ似てて、どっちがどっちかわからんってなりやすいやつの見分け方、教えていくな。官能っていうのは脳みその間って書くだけあって、脳みその中に包まれてるやつで、消化体に視床、視床下部、あと、下垂体って、この4つ。ほんで、能官ってなると、脳の幹って書くだけあって、脳がキーやとしたら、支える部分にあたるここな。ここは上から、中脳、胸、円髄ってなってる。これ、孫とおじいちゃんの会話で、おじいちゃんが資産家やったりすると、孫ちゃんお小遣いだよ。わー、おじいちゃん、ありがとう、チュッ。ほんでも農家のおじいちゃんが畑仕事の後やったりすると、じいじお顔が泥で汚れてるから嫌。ってなわけで、資産家はチューしてもらうことが可能なんやけど、農家のおじいちゃんは今日は NG ってなるんで、可能な資産家、農家チュー今日 NG。これで、官能は消化体、視床、視床下部って、死から始まる3つと、下垂体で資産家。農家は、中脳今日円髄で、中今日 NG って、な。これでもうバッチリ覚えられるやろ。官能と能官で迷ったら、可能な資産家、農家中強 NG で思い出してな。ほな、